皆さん、ツコミゴード、こんにちはです。私は週末にマラソン大会に行ってきました。ここ、テッドロックね。どうでもいい話だった。マラソン大会行ってきました。ボロ負けしました。ボロ負けだけじゃなくて、途中で、20キロ、ハーフマラソンで、21キロの距離なんだけど、リタイアしました。途中で、いいや、これと思って、リタイアしました。全然ダメでした。全然ダメだった。そしてなんでハーフマラソン全然走れなかったのか、言い訳、ちょっと、並べていきたいと思います。言い訳並べていく？そんな日本語ある？わからん。まず、言い訳ナンバーワン。マラソン大会2つ申し込んだんだけど、そういう今、コロナウイルスの感染者が増えてるから、1つ目のマラソン大会が中止になった。当たり前やなと思って、こんなに感染者が増えて。で、そういう日曜日に行ったマラソン大会もどうせ中止になると思って、あんまり気にしてなかった。だから、大してトレーニングはしてなかった。あんまり走ってなかった。どうせ中止になると思って準備はしてなかった。ね、俺もなんか、こんな感染者が増えてる中で、俺がマラソン大会に出ればどうかなと思ったんだけど、もう中止にならなかったし、もうそういう入場料金払ってたらしいから。で、言い訳ナンバー2。最近は、通学するときは、そういう、チャリで言ってるんだけど、クロスバイク買ったんだけど、もうツコミ号はちょっとね、だからツコミブラック購入して、もうちょっといい感じのクロスバイクで、学校に通ってたんだけど、片道で、必死で漕いで50分ぐらいだから、もうほぼ毎日2時間、自転車を一生懸命乗ってるわけ。だからマラソン大会行くときは、すでに筋肉痛になってた。そして、鍛えてきた筋肉は、そういう走るようじゃなくて、チャリ乗るための筋肉だった。なんかもしかしたら、マラソン大会で走って、そういう、ほら、なんか2時間チャリとか、毎日2時間チャリ乗って、ある程度体力が身について走れるかと思ったんだけど、それはね、大間違いでした。言い訳ナンバー3。暑かった。天気は暑かった。その朝めっちゃ雨降ってたんだけど、私が出るハーフマラソンが、10時ぐらいから始まったんだけど、10時にちょうど晴れて、すごく蒸し暑くなった。もう湿度 100%。ね、100% 万歳ムシムシっていう天気だったんだから大変だった。しかも私ね、リトクがそのマラソン大会出るその1週間前は全然走ってなかったけど、普段から毎朝10キロ走ってるから、でハーフマラソンは21キロだから、なんか走れないことないじゃんと思って、毎朝もまだ寝ぼけながらもう10キロ走ってきて、やってたんだけど、それも朝に涼しい時か、もう夕方もうちょっと走ったんだけど、涼しい時選んでやってたんだけど、一番暑い時に全然練習とかしてなくて、思ってたより全然きつかった。私11キロでリタイアしたんだけど、そういうマラソンの大会で俺の最初の10キロはなんか54分かかった。で、いつも毎朝、もう適当に、なんか起きたばかりだから、そんな思い切り走ってないけど、それでも42分とかで10キロ走ってた。そういう、あれだよ。なんかみんな彼の誕生日プレゼントで、このかっこいい時計もらったから、それでちゃんと測れるようになってるから、ね、毎朝10キロ走って、42分。から45分ぐらいかかってた。で、それでも余裕があった。でも大会に出て10キロあたりは54分かかったから、相当俺は相当暑さにやられたなと思って、他のみんな同じ蒸し暑い天気の中で走ってたんだけど、どうやろう。だからこれから走る時もちゃんと お昼めっちゃ暑い時に走って、それなりの体力を身につけないとダメだなと思って。それでは言い訳ナンバー4。ただ
初めてだった。こういうマラソン大会とか何かの大会は初めて。まあ中学生の時とかそういうスポーツ大会とかもう学校でやるんだけど、なんか大人になってからこういうのは初めてだったから、ある程度ボロ負けした方がいいと思ってた。前からボロ負けした方が次の練習とか走る時に気合が入って、なんかきっかけとしては一番使えるかなと思ってました。と言っても思ってたより全然走れなかった。まあ私の言い訳はそんな感じかな。でまたマラソン大会に出たいんだけど、もうちょっとウイルスが収まってから出たいよね。でも気を緩まずにやっぱりもっと頑張っていきたいと思いました。もっと頑張りたい。そういう学校とかドラムとかいろいろで忙しくなって、まあ忙しいっていうほどじゃないけど、マラソンのトレーニングは中途半端になっちゃってた。なんか気分次第みたいなことになってたから、なんか俺いつからこんな気が緩くなったんだろうなと思って、改めて頑張りたいと思いました。そしてこれからそしてこれからマラソン大会などいろいろ挑戦していく、していくゴードをサポートしたい人がいれば、ぜひAmazon 欲しいものリストを見てください。新しいやつ作った。マラソン大会に出てボロ負けした人はね、人にスポーツ用品を買ってもらう権利あるかって聞くと、まあ全然ないよね。もうね、成績を見せて、そういう結果、何かの結果出してからもうね、みんなに応援されるべきなんだけど、このチャンネルではダメ男が好きっていう人が多いから、それをうまく利用して俺何言ってるとりあえず今後もが頑張っていきたい。ちょっと気が緩まずに頑張っていきたいと思いますんで、それでちょっとサポートしたい人、応援したい人がいれば、もうアマゾンリストでもいいし、応援のコメントでも受け取りますんで、みんなよろしくお願いします。本当はね、ゴードみたいなダメな人に物を買ってあげるのはね、良くないんだけど、それでもアマゾンリスト作っちゃったんですね。はい、それで皆さん、夏の太陽より私たちも熱くなって頑張りましょうなんか違うな。みんなまたねじゃあ、どうでもいい話なんだけど、これから脱毛行くんだけど、脱毛するなんか2日、ヒゲの脱毛ね、ヒゲの脱毛する2日前ぐらいからもう剃らないでくださいって言われて、昨日それ忘れて、それ始めて途中で気づいてやめたんだから、なんか半分剃ったヒゲ右側なんかここだけ剃って気づいてやめたから、なんかね、まあどっちにしても大してヒゲ見えないけどな。脱毛でヒゲがなくなる。